吉野晃にノーベル化学賞リチウムイオン電池を発明産経新聞によりますと本日スウェーデン王立科学アカデミーが今年のノーベル化学賞にリチウムイオン電池を発明した旭化成名誉フェローの吉野晃さんを選んだと発表しましたこの吉野さんは現在スマートフォンなどの 小型機器やハイブリッド車などの電気自動車、また航空機や人工衛星にも使われ始めているリチウムイオン電池を昭和58年、1983年に開発しました。現在、リチウムイオン電池の市場規模は世界で4兆円を超えるほどに拡大しております。 今回、吉野さんは、皆様がお使いの、このリチウムイオン電池を開発したという、非常にわかりやすい、納得の成果を上げ、ノーベル科学賞を受賞されておられますが、今後も、日本企業の皆様、また、日本のすべての研究者の皆様には、人類に役立つ、 研究開発を続けていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました